どうも、ケンジです。今から、エブリバーに乗って東北方面にサーフィンに行きたいと思います。半ばがこんな感じです。僕はコンテナボックスの上に、板を乗っけて、テーブルのように使っています。積んでいます。行く道を走るので、おもしの代わりにしてタイヤがグリップしやすいようにしています。下は銀マットを2枚引いてカーペットを敷いています。コンテナは、コンテナボックスは3個あって、衣食住。一つ目は、サーフ、ウェイトスーツとかは、バスタオルを入れています。二つ目は、カセットコンロや調味料、ラメなどが入っています。こんな感じです。三つ目は、ケーブルとか、いろいろ雑貨を入れています。はい、運転席はこんな感じです。タブレットにマジックテープを貼って、はい、こんな感じに固定できるようにしています。はい、それでは出発したいと思います。とりあえず腹ごしらえをしたいと思います。ここは石川県の竹山というポイントです。2ミリほど入ってます。僕には厳しいと思うので、シガーポイントに行きたいと思います。波の上では整っている面はすごい綺麗なんですけど、サイズは、はい、小さいです。波は、はい、小さいです。けどサーファーは3人ほどいました。今は夕方の3時半です。新潟県の柏崎に入りました。今日はここで一泊したいと思います。食事の準備をしたいと思います。今日のメニューは、キムチ鍋
をしたいと思います。この白い籠は洗濯物を入れたり買い物に使ったり洗い物をするときにこういうふうに入れて持って行って洗ったり結構便利だと思います。お鍋の用意をします。お掃除中もう湯気が出てきたもん、ひょっと思います。とりあえずビールで乾杯します。お疲れ様でした。うまい。はい、ご飯ができました。このエブリバーンはよく走ってくれますよ。感謝ですな。もう大事に持っていかんと。キャー、増えてる。それでいいか。でも、お母さん。ごめんなさい、ご飯は本当に美味しいです。